ダイエットにおすすめの無農薬で美味しいお茶を選んできました。業務スーパーで買えるんですよ。では早速3つご紹介していきます。では1つ目です。こちらです。はい、農薬を使わずに育てた紅茶、ひしわさんから出ているお茶です。でこちらですね、ちょっとお伝えしますね。すごいお茶なんです。海抜5199メートルのケニアの山の山麓で農薬を使わずに栽培した紅茶なんです。すごい場所ですよね。もうどんなとこなんだろうってもう想像しただけで、なんかすごいところで作ってくださってるんだなっていうのがもうイメージできますよね。でまたあのこれをですね、こう出した後の色がもう濃いオレンジ色の、もう本当にもう見るだけで癒される綺麗な色ですし、また私もあの飲んでみたんですけれども、もう本当ね、こう渋みがないんですよね。でコクが深くて、やっぱりこう無農薬の紅茶ってこんなに美味しいんだなって、あの感動した商品です。もう一押しです。でなぜその紅茶がダイエットに向くのかって、ここ大事なポイントを押さえておきましょうね。今からお伝えするのも全部そうです。紅茶ってすごいんですよ。例えばあなたが太る原因のパンとかパスタとかうどんとか、そういう小麦系のもの、あと甘いお菓子とかですね、ケーキとか、そういったのを食べるときってですね、あなたの血糖値がもういきなりバーンとこう急上昇するんです。でその時に一番脂肪を溜め込んでるんですよ。じゃあ逆に言えば、その血糖値が急上昇しなければ脂肪を溜め込みにくくすることがこうできるんですよね。その時に大活躍するのがこの紅茶ですから、もうどうしてもそういったものをこう食べるときってあると思うんですよ。その時にこうセットで紅茶を飲まれると、まるですダイエットにぴったりの飲み物なんですよね。でこの紅茶はその血糖値の急上昇を抑えてくれる効果がある。でまたその先ほどお伝えした脂肪の吸収を抑えてくれることができる。でまた体もね、温めてくれる飲み物なんです。でこのあなたがもし低体温であるとしたら、もうダイエット成功しません。なぜかというと、体温が低いままですと、もうそもそも代謝が低い、脂肪を燃やせない、がどんなに苦労して頑張ったとしても、そのなかなか痩せないわけです。ですからこの紅茶を飲んで、あなたの基礎体温を上げることで代謝が上がって、腸も温まりますからね。もうとにかくね、あの特に女性は体が冷えてたらダメです。もう美容にも健康にもダイエットにもいいことなしですから、もうとにかく紅茶を飲んで体を温めて体温を上げていきましょうね。で最後デトックス、これむくんでる方とかおすすめです。むくみの防止にもなります。あのデトックスできますから、もうどんどん老廃物を出していただきたいなって思います。でその時にこの紅茶がですね、その無農薬がなんでその美味しいって大事じゃないですか。ダイエットする時に本当美味しくないものを我慢して食べてると、余計ストレスになって、もうますますリバウンドでこう食べてしまいたくなってしまいますよね。でその時にやっぱり美味しいものを美味しく食べたり飲んだりしながら確実に痩せるがやっぱ大事なんです。でその時にね、ここのこちら、なぜその農薬を使わずに育てた紅茶がそんなに美味しいのかということで、もう思いが書いてらっしゃるわけですね。で農薬を使わずに土を生かす農法に取り組んでいるから、2番目、気候条件が良質な紅茶の栽培に適しているから、3つ目、他の生産国と比べて歴史が新しいので、そのお茶の木がまだね、若くて勢いがあって良いということ、しかも優良品種であるから、で4つ目、農家の方が大事に育て手摘みで丁寧に摘み取っているから、もうどれだけ大変かと思いますよね。もう手摘みです。で5、ケニアの中でも最高品質の紅茶を産出する地域で作っているからということで、こちらね、もう長々とすごくね、思いが書いてあるんですね。もうここにも惹かれました。あ、もう本当にこう思いを持って作ってくださってるんだなと思って、もうこういった商品応援したくなりますよね。そこで私は、まあ、今回皆様にもこちら、まあ、ダイエットにも効果大のお茶ですからおすすめしているわけなんです。では早速2つ目いってみましょう。同じシリーズなんですけれども、こちら、農薬を使わずに育てた今度ダージリンブレンド紅茶なんです。でこちら農薬を使わずに栽培したケニア紅茶に有機ダージリン紅茶年中で最も美味しい5月から6月に摘み取ったセカンドフラッシュを加えてます。まずはストレートでお楽しみくださいとなっています。
なので私ストレートで飲んでみました。これはね、美味しかったです。これも本当におすすめなんですね。まあ、こうお好みでこうミルクとかあのお砂糖とか、まあ、私はお砂糖は使いません。でも蜂蜜なんですけども、そういったのをこれで飲みたくもなるんですが、もうまずはこのダージリンブレンドだけはストレートで飲んでみてください。もう何にも入れない、もう煮出してそのまま飲んでみてくださいね。もうすっごく美味しいです。でここにちゃんとね、あの美味しい入れ方ということで説明もしてますから、もうぜひこの入れ方の通りに入れてみてください。せっかくの無農薬の美味しい紅茶ですから、もうぜひぜひ美味しさを堪能していただきたいなと思います。では最後、いよいよ3つ目です。こちらはアレンジが効く紅茶なんですよ。同じシリーズです。農薬を使わずに育てたアッサムブレンド紅茶です。こちらもね、ストレートでももちろん、美味しいんですけれども、さらにね、私は、まあ、ミルクの代わりに豆乳を入れて、お砂糖の代わりに蜂蜜を入れます。これはもうダイエット向けですから、ぜひあなたもおすすめしたいと思います。ここにはミルク砂糖って書いてますけれども、私はおすすめいたしません。ダイエット中でしたらおすすめしません。そしてこちらですね、同じく、こちらですね、有機のアッサム紅茶がブレンドされた有機栽培なんです。これも非常にやっぱり こだわりを持った土壌で、まあ、作ってくださってるお茶なんですよね。からこちらは先ほどの、まあ、お茶と比べたらアレンジ効きますから、ぜひぜひ豆乳や蜂蜜、まあ、蜂蜜がない時はそうですね、もうほんと 100% のメープルシロップとか入れるとちょっとしたこうデザート感覚にもなりますし、こうダイエット中ってやっぱり欲しくなりますよね。たまに甘いもの、そういった時にまあ少し入れていただいて、ほっこりと飲んでいただくと、まあ、紅茶のダイエット効果プラスアルファはやはり美味しいなって、甘みもちょっと欲しいなっていう時はこちらブレンドされるとおすすめです。さあ、いかがだったでしょうか。紅茶ってこんなにダイエット効果があるんですよ。本当に上手に取り入れていただきたいと思います。特にお食事中、太る原因の、まあ、糖質ですよね。糖質、炭水化物系です。パンだったりパスタだったり、まあ、ダイエット中はお勧めしませんけれども、まあ、増脂肪の時ですとか、あとお米とかですね、そういった時にやはりこの紅茶をセットで飲まれると、あなたはそのダイエットに、まあ、成功しやすくなるわけですから、ぜひぜひおすすめで、またちょっと注意です。でこの紅茶というのはカフェイン飲料なんですね。ですから飲みすぎてしまうとちょっとダイエットに向かないんですよ。逆に何でもね、過ぎちゃダメです。飲みすぎちゃダメ。特に夜飲んでしまうと、その交感神経をこう元気にしてしまって、まあ、寝つけなかったりとか、やっぱ腸がですね動かないんですよね。腸っていうのはその逆の副交感神経が優位じゃないと動かない。結果腸が元気ではないと、あなたの中のその痩せ菌と呼ばれる善玉菌がですね、その元気になっていかないわけですから、どんなにダイエットをこう頑張ったとしてもこうなかなか効果が出ませんので、もうぜひぜひ腸内環境を整えることに優先、もうそこをもう最優先していただいて、どんどんダイエットに成功していただきたいなと思います。さあ、いかがだったでしょうか。このチャンネルではこのように様々な腸活法、健康法、ダイエット法をお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せて、もうリバウンドしない、そういったお体作りのもうぜひぜひお役に立ちたいと思って作っております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加くださいね。私とても励みになっておりますし、本当に嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。